どうもこんにちは、ショコラです。今日はですね、こちらの最近ハマっているフルジップのですね、ヴィンテージのスウェットのパーカーを紹介しようかなと思っております。40代前後の人たちでどういう服が流行ってるのかとか全然俺よくわかんないんですけど、もう個人的にね、好きなものを、あ、これ来た、好きって思ったら、まあ、それをこう買っていくスタイルでずっと来てるので、流行りとかはあんまりこう取り入れるというか、あんま気にもしてないんですけど、そんな俺がですね、この間の冬から今ぐらいにかけて、すげえいいな、これハマったなと思ったのがですね、こちらのフルジップのスウェットですね。はい、ヴィンテージのここら辺のスウェットで、ここら辺を結構いろいろ今回買い足したので、ちょっとそれを紹介しようかなと思ってます。フルジップのねスウェットはすげえ使い勝手がいいなってことに気づいてですね、っていうのもこうなんか T シャツとかロン T とかの上にこうやって羽織れるし、ジップなんで体温調節もいけるし、フードもついてるんで、この上に MA1 とか G ジャンとかそういうジャケットみたいなやつを羽織ったりとか、アウターを入れてもフードのおかげでちょっとマイルドっていうかかっこよく見えたりもするし、すごい万能だなと思ってですね、もうほんとこのくらいの季節だったら T シャツに1枚羽織物としてこう持ってっても、このヴィンテージのこのサンフェードした感じとかもすごいいい感じでいけるし、あとね、電車とか乗っちゃえばこうフードかぶることもできるので、帽子かぶった上からかぶってもいいし、なんかこうあんまり顔出したくないなみたいな、で寝る時とかね、ほんとバッツってかぶったら、まあ防寒にもなるし、あと雨降ってきてもこのフードでそれも防げるし、なんかほんと利便性もすごいある上に、結構この古着のヴィンテージ感持っててくれて、すごいねいいアイテムだなと思ってるんですよね。ほんと古ければ50年代とか60年代くらいのものもありますし、70とか全然80、90年代の近年って言っても、まあもう80、90年代がもう今で言えばもうヴィンテージの枠に入ってくると思いますけど、でもほんと2000年代くらいまでずっといろんなメーカーが結構有名なところとかもいろいろ出してるんで、これはね本当に手に入りやすいし、ヴィンテージはちょっと高くなってきてますけど、まあ、高すぎないし、なんかここら辺ほんと着やすいし、なんかいろんな空張りも多いんで、ちょっと集めちゃうかなって感じですね。なんで本当真冬になってもなんかインナーとして着てジャケットとかアウターも使える、今の時期は本当に羽織物として使えるって感じで、結構通年使える感じがねすごく利便性高くて、やっぱこう古着好きとか服好き的にはやっぱ汎用性が高い服の方が1回のパーティーにしか着ていけないこのジャケットっていうようなやつ、まあ、気になって買っちゃったりもしますけど、パーティーなんて行かないじゃんっていう、結局いつこのジャケット着んのっつって1回も着ませんでした、はい10年後に売りますみたいなことも結構あると思うんですけど、汎用性の高いっていうのはもう1個の正義だなとは思っているので、これほんとデニムだろうがミリタリーパンツだろうがチノパンだろうがレザーパンだろうが何にでも合うし、ハーフパンツだっていいと思うんですよね。むしろハーフパンツも全然ハーフパンツで上こういうの着たらちょっとアメリカ人っぽい感じで着れるし、本当にね工程的にも万能だし、なんとでもまあ強いて言うならフーディーがこう普通すぎるのでちょっとこうパッとしないっていうかね、こう溶け込みすぎちゃって気合入った感じは見られないのがまあ唯一欠点かなぐらいで、別にそういうつもりじゃなく普通のアメカジっぽく着るんだったら全然合うかなっていう感じです。ちょっと前置き長くなりましたが、最近買ったあたりをちょっと紹介していきます。ダブルフェイスですね。そう、ダブルフェイスがすげえ好きなんですよね。これヘルスニットです。大体ここら辺のやつってコットン100がもちろんいいですけど、これはコットン50のアクリル50なんですけど、まあ、特にコットンとかだとか縮むじゃないですか。これもアクリル入ってますけど、やっぱ縮みがあるんで背中の方とかも結構こうギュッと縮んでくるんで、そうだからこの辺とかサイズ感は気にした方がいいかなっていう感じですね。スタイルいいっていうか、細身の人がちょっとこう丈短めで着るのもうそれはそれですごいかっこいいんですけど、長身でこうスラッとしてない人だとなかなかサイズ感すごい短い丈で着てるとちょっと恥ずかしいなっていうのもあるので、なかなか俺くらいの体型だとちゃんとこう腰ぐらいまでは覆ってもらうくらいの長さがないと難しいかなと思うんで、結構俺でだから42、44くらいの L サイズくらいを選んでますね。ほんと XL とか場合によっちゃ WXL くらいで古着で買ってちょうどいいかなって感じですね。古着で探すんだったらもう絶対 L 以上がマストかなっていう感じですね。伸ばすって言ってもジップついてるんで、もうこのジッパー以上には絶対長くはならないじゃないですか。だからまあこの長さは肝ですよね。これプラスあと背中が縮みやすいんで、背中は必ず洗濯の後にこうグイグイ伸ばすみたいな感じがあった方がいいかなと思います。ちょっと着てみます。グレーのやつ着てみました。こんな感じですね。ダブルフェイスが好きな理由は何だろう、肉厚な感じがボテッとしてちょっと可愛いからって感じですね。もうほんと単純にフォルムの感じですね。別にこれダブルフェイスじゃない、チャンピオンの70年代のやつで、結構前に1回紹介してるんであえて紹介しなかったんですけど、これはチャンピオンの単色タグのやつなんですけど、これはダブルフェイスじゃないです。こういうのも全然ありですね。ダブルフェイスの方がなんかこの冬というか今季はすごい
気分だったのでダブルフェイスを結構メインで集めた感じですね。はい、こんな感じです。ダブルフェイスだと余計にインナーそんなに着なくて、もうこの上にアウター着て冬とか、そう L2A とか MA1 とか着ちゃって、まあ中は今タンクトップですけど、ここもちょっとロンティーとか、なんかもうちょっと厚めのワッフルとか、まあワッフル、これワッフルなのにあれですけどね、にすれば冬十分かなっていう感じですね。2枚地ぐらいなんであったかい。これもちょっと乾きにくいのもありますけど、冬洗濯機とか暖房の下置いておけば全然一晩で乾くんで、でもちょっと要注意ですけどね、この辺脇の下フードの中とか裏とかはちょっと濡れてる可能性があるんで、一応これ霜降りグレーです。はい、いい感じです。これ年代いくつなんですかね、そんなに古くはないと思いますけど、次はこいつを着てみます。この赤はメイドイン USA の、これ一応ミディアムですね、3840。これあれですね、第4回の VCM の時に買ったやつですね。スイさんだったかな。はい、スイさんで、おーこれめっちゃいいと思って、もう一目惚れに近い感じで、もうサイズさえあればもう絶対買おうと思って、サイズもね3840にしてはそこまで縮みが大きくないというか、何よりこのサンフェードにやられましたね、本当に日焼け、もう本当ここら辺のスウェットは日焼けがえぐいかっこいいので、もうネイビーとか、まあ、グレーはあんまり日焼けの感じしないですけど、やっぱ赤、グリーン、ネイビーあたりは顕著にそのサンフェードの雰囲気が出るんで、すごくねいいですよね。こうパッと古着らしさがこう出せるっていう感じがすごくいいです。まあ、あとこのくたったこのジッパーのうねってる感じとかが新品とは違う雰囲気を出してくれるんで、このあたりでなんかだからこう下も古着で合わせると、もう完全に古着の人って感じにはなりますね。この中は今タンクトップですけど、白い T シャツとかポケティでも全然いいなと思いますし、まあ柄持ってきてもいいかなと思いますけど、中も70年代くらいのちょっと汚れのついた色落ちの激しいな柄物の何かが入ってたら、もう完全に一歩間違うと汚い感じにはなりますけど、うまいことまとめればすっごい古着ラバーって感じの組み合わせにはなりますね。あまりこう汚すぎるんだったら、下例えばオールデンの革靴にするだけでちょっと締まったり、上にフェドラハット持ってくれたりすればギュッとちょっとそこで締めればいけるかなっていう感じはしますね。赤はねあんまり着なかったんですけど、サンフェードしてる感じはやっぱ全然ありだなと思う。ここら辺来ました。あと今絶賛育て中なんですけど、50年代のねアコムのフルジップのパーカーもあるんですけど、それはもう干してます。今半年ぐらい干して、もうこの夏の日差しでもうゴリッゴリにサンフェードさせたろうと思って、っていうのもかなり真っ赤だったんで、全然こう新品ぐらい、今の新品じゃないのっていうぐらいの真っ赤さの鮮やかな赤だったんで、これ着ててもあんまり面白くないなと思ってですね、このくらいもうゴリッゴリにやったろうと思ってですね、日焼けしてるんで、それもまた別企画でちょっと半年ぐらい日焼けさせてみたこのスウェットのやつをお見せしようかなと思ってるんで、ぜひそちらもよかったら見てください。こんな感じです。はい、これもダブルフェイスです。またグレーですけど、はい、こっちのこれ着てみます。これはこれもダブルフェイスで、一応あれですね、スプリュースですね、スヌーピーとかのスウェットですごい有名なあのブランドですね。スウェットといえばチャンピオンもそうですけど、スプリュースもなんか有名じゃないですか。これもダブルフェイスで、さっきのこっちは柔らかい感じなんでアクリル感がすごいんですけど、こっちはおそらく 100% コットンなのかなと思います。こっちの方がちょっと固めな感じがします。こっちはもう結構柔らかいプルプルな感じなんですけど、こっちはちょっとコットンでパリッパキッとしたようなスウェットのね感じがします、ね、着てみました。こんな感じです。あとこれの特徴的なのはここのツートンになってるんですよね、ここが。あと袖が短いのも結構多くて、まあ、ここと一緒で縮んでるんですかね。まあ、時計が見やすくなるというか、見せやすくもなるし、ブレスレットとかも見せやすくもなるし、そんなまくらなくてもね、短い感じも可愛いじゃないですか。なんでここら辺はいいかなと思います。これの破れとかも結構あるんですけど、そこのダメージ含めてなんかすごいいいですね、はい。まあ、どうなんですかね、大人というかおっさんになってくるとあんまりこう汚い着てもなっていうのもあるかもしれないですけど、まあ、俺は全然気にしないですけど、周りがちょっと気にしたりとか、いやなかなかねっていう人いれば、まあ、下だけちょっと綺麗なパンツにして、上だけこういうのでもいいと思いますし、おじさんでもねこういう、むしろそれこそ白髪混じりの人が多い同じようなグレー着てたら俺は全然かっこいいなと思うんですけど、まあ、こんな感じです。はい、これもすごく気に入ってます。これもですね同じくスプリュースのサイズ、これは4244かな、ラージですね。これもここら辺も結局あれですね、さっき言ったこっちも
M ミディアムだけど十分ちゃんとしたサイズ感あるものもあれば、 XL でもすっごい縮んでるやつもあったり、ブランドだったり個体だったりで全然変わるんで、同じこうスプリースでもサイズ感違ったりもするので、どんだけ乾燥機ゴリゴリかけてきたとか、その年代だったり個体差によって全然違うんで、あんまりこのサイズ表記とか気にしない方がいい気がしますね。 S でも長ければいいし、 XL でも丈が結構縮んでたらいかないみたいな。俺もだいたい自分のサイズをもう把握してるんですけど、肩幅だったら43がジャストとか、でもそれもジャケットによってですね、大きいアウターだったら45まで OK だけどとか、インナーだったら42、3でとか、いろいろ測って把握してるんですけど、結構サイズ感が命なんで、背中は60ですね。俺60を切ってたら短い感じがするんで、俺は60までだったら買おうみたいな、59でギリ、他が超良ければ59でもなんとかみたいな、もう58とか57になっちゃったらもう選ばないかなっていう感じなので、皆さんね、絶対身長とか雰囲気とか違うんで、であれですけど、自分の肩幅だったり身幅だったり長さ、丈の長さとか多分把握しといた方がいいと思いますね。それによってサイズ表記というより、まあもちろん試着できるのが一番ですけどね。じゃあこれも着てみたいと思います。はい、グリーンです。個人的にはね、赤も好きだし、グレーも長部なんでいいんですけど、もちろんネイビーも大好きなんですけどね、グリーンがなんかすげえいいっすね。気分的には本当グリーンがね、一番着やすい気はします。これも日によってだったりタイミングによって好みは変わるんですけど、グリーンはね本当に絶対一着は欲しくて、ずっと探してた一着だったので、よく撮影でお邪魔するベルーフの増山さんがね、いつも結構大きめのグリーンのやつを、でサンフェードしたかっこいいパーカーをよく着られてて、いいなと思って、やっぱこう自分より年上の方でヴィンテージをゴリゴリちゃんとこう着てる人見ると、やっぱかっこいいなって思うんですよね。それでちょっと俺もいいなと思ってですね、これ探していきました。これもねダブルフェイスです。ダブルフェイスのこの肉厚なっていうか、もちっとしたこのたっぷりある感じがすごく好きですね。どうしてもちょっとテロッとして、ただでさえそんなにこう高価な高貴な感じはしないですけど、1枚だとよりこうチープに見えやすくなっちゃうんで、せめてなんかせめてちょっと肉厚にすることでボリュームでちゃんとしてるよみたいなの見せたいみたいな、それが伝わるかわかんないですけどね、なんかそういうところはちょっとあるかもしれないです。はい、というわけでこんな感じで今、まあ今ちょっと季節的にだんだんもう暑くはなってきているので、なかなかこう次は着れないですけど、まあ夜まだで言ってもね、肌寒い時もありますし、肌寒いかつちょっと梅雨時期で雨みたいな時もあるので、フードがついてるここら辺もね、それこそまあちょっとダブルフェイスは暑いけど1枚ぐらいのやつでパーカーはかなりとか役に立つんじゃないかなと思いますし、ほんと年中真夏以外はほぼ使えるんで、すごくおすすめなアイテムなんで、ヴィンテージでね、いいサンフェードのものを見つけて買っとくのとかありなんじゃないかなと思います。というわけでもう完全に俺の好きなもんなのでね、誰にどう参考になるかわかんないですけど、まあなんか参考になればいいかなと思います。というわけでインスタグラム、サブチャンネルもやってまして、概要欄貼ってますので、ぜひそちらも登録よろしくお願いします。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。またね。